このビデオは Archicad キキの新しいカーテンウォールルーバーパネルをご紹介します。ルーバーパネルは固定サッシパネルであり、建築設計意図または機械換気機能で使用することができます。平面図または 3D ウィンドウで編集モードのパネルを選択し、情報ボックスもしくは要素設定からカーテンウォールルーバーパネルを選択します。このパネルの主な特徴を見てみましょう。 設定ダイアログを開きます。パネルと枠設定タブページでパネルオフセットを設定できます。この機能を使用するとカーテンウォールフレームに対してパネルの奥行き位置をオフセットすることができます。上方向ポップアップで4つの主な方角から選択することができます。右側には 2D と 3D の詳細レベルを設定できます。 また、枠タイプポップアップからタブフレームまたはアダプターを選択することができます。ルーバーオフセットを使用してルーバーフレームに対するルーバーの奥行き位置をオフセットします。タブページの下部でルーバーフレームの寸法を設定することができます。次のルーバーオプションタブページではルーバーを微調整できます。画像ポップアップをクリックすると次のルーバースタイルを選択できます。 直線断面形状、Z 断面形状、L 断面形状カスタム断面形状を選択した場合は、右側で事前定義された固有のプロファイルを選択してから、必要に応じてカスタム断面形状材質上書きをクリックし、その材質を上書きします。選択したスタイルに応じて、次のように様々なルーバー寸法を設定できます。角度、厚さ、 切断角度、貼り出し、内側の角度、幅など。ルーバーの配置はタブページの右下部分に設定することができます。ここでは自動配置、固定距離、またはルーバーの数オプションから選択できます。カスタム断面形状を選択すると、 ルーバー角度のみをカスタマイズでき、自動配置オプションは使用できないことにご注意ください。モデル属性、平面図および断面図の設定は、最後の2つのタブページで使用できます。3D インテリジェントホットスポットを使用して、ルーバー角度と上方向を設定できます。個々の窓サッシだけでなく、カーテンウォールパネルにもルーバーを適用できるようになりました。 そしてさらに詳細にカスタマイズし設計要件に合わせて簡単にカスタマイズすることができます。